ソゴウトヨタソゴウトヨタソゴウは1 9 8八年十月八日から二千年十二月二十五日まで愛知県豊田市若宮町一の五十七の一に存在した百貨店。キャッチフレーズは世界のトヨタに本格派都市型百貨店。かつてトヨタソゴウの店舗であった松坂屋トヨタ店。ソゴウグループにとって初の東海地区への出店として名鉄豊田市駅西口に 本格派都市型百貨店。当初計画は1987年春に開店予定だった。昭和天皇の妖退悪化による国内自粛ムード最中のオープンとなり、カビなオープンセレモニーは行わず、ロゴマークも通常の赤から緑に変更された。また、広告表現も、トヨタソゴーオープンを使用せず、トヨタソゴ営業開始を用いた。スモールワールド時計も、 開店時には設置されなかった。総合閉店により、年間商品売上額210億円、1200人の職場、年間入店者530万人、市税2億3000万円の流出を恐れ、公的資金51億円投入し、第3セクター会社、トヨタ商人を設立。3億円が出資金、48億円が貸付金である。トヨタ商人が、 トヨタ総合名義の土地と建物の持ち分権を買収した。閉店後、松坂屋や名鉄百貨店などと出店交渉したとされ、結果2001年10月25日に松坂屋トヨタ店が開店した。改装の際に店舗を縮小し、最終的には約3万平方メートルの売り場面積であった。しかし、閉店して、 名古屋三越豊田店は2022年にオープンする。グループ会社への貸し付け引きや適にや債務保証の結果、12億円の赤字であったが、豊田総合単体では約3億円の黒字であったという指摘もある。ありがとうございます。